おかげさまで3社出したプレイガイド、昨日の時点で残券が1枚。今日会場前に本日の選手注文分であらかじめあった分のチケットが売り切れ、今現在増席したところをちらっと見て涙が溢れそうです。年も迫った、この時期にですね、これだけのお客様がハードヒットに来ていただいた、理由は様々だと思います。今回のハードヒットで一番ニュースになったのは間違いなく、オリンピック金メダリスト内田選手に、を招聘しまして、自分がリング上から公開オファーする、このニュースが、とにかく話題になりました。内田さん我々プロレス界笑えないことになってます。約束通り今日はもともとハードヒットに、来ていただいている方もたくさんいらっしゃいますし、今日の出場選手の普段のプロレスを見て、ハードヒット出るということで来ていただいた方も多分たくさんいると思います。1980年生まれ、高校生の頃に新日本プロレス対 UWF 東京ドームを、見て育った、プライドのできた時、ファンクラスのできた時、格闘ブームの最中にプロの選手になった、そういう世代の自分にはプロレスってこういうものなんでしょっていう固定概念が、ある世界というのは逆に新鮮なんです。プロレスっていうのはもちろん面白いし楽しいし、時にのんびり後楽園のバルコニーで足飛ばしながら見れるものだと思うんですが、時にやはり格闘技としての一面も持ち合わせてなければいけない、その役割を担っていたのがいわゆる竜という世界観だったんです。それがどん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 なくなりまして、今のように格闘技とプロレスというのがちゃんと住み分けられるようになった、このご時世に非常に説明しにくいリングを自分の城として生きている、これはもう逃れられない佐藤ひかるが生まれた星の下だと思ってます。たまに、ひどく落ち込むぐらい悩みます。毎回興行をやるたびに眠れなくなります。ですがやはり自分はこのスタイルが好きです。格闘技としてのプロレスを捨てることがやっぱりできません。なのでこれからも続けていきますと毎回ここで言って何とかしてます。そうじゃないとできないです。でも安心してください、本当に一人もチケット買わなくなるまでは生きてる限りはやります。プロデューサーになりたいという選手は出てきてほしいです。でも乗りかかった船です。自分の大好きなスタイルです。必ずハードヒットを未来につなげて、プロレス格闘技としてのプロレス価値観を守っていきますので、今日も選手めちゃめちゃたきつけましたんでよろしくお願いします。声が聞きたいです。